はい、というわけで開封スペースにやってまいりました。まずはこのノリですね、ジャストアガールから開封したいと思うんですけども、前回ですね、こちらじゃん、こちら表紙のオリジナルと、通勤するノリですね、この2つが出て、でね、これね、この2つも十分可愛いんですけど、ちょっとね、派手めな子が欲しくなっちゃったんですよね。まあ欲を言えば、こうオレンジのなんかサンセットっていうことを、なんかね、青い C っていう子、もう真っ青でクリアな子です、ここにあるんですけど、この子とかがちょっと欲しいので狙っていきましょう。あとね、ピーチっていうね、ピンク、真っピンクの子も結構素敵だなと思うんで、ちょっとそのあたりを狙っていきたいと思います。じゃあもうね、ちょっと今月毎月行ってるけどね、散財ですね、完全にやばいっす。あ、でこれね、ちょっともうサムネイル撮ったんで、がっつり開けちゃいます。でこれはブリスターになってるんで、出たらすぐ分かりますね。いきます、せーの、よっ、きたー、ピーチですね、ピンク、真っピンクの子来た。やったー、派手めな子来ましたね。いやー、嬉しい。ちょっと出していきましょう。これ、うわ、すごいピンク。これはピーチドロップってシャツに書いてありますね。で、これすごいですね。これ、メガネもピンクです。メガネのフレームもピンクのピーチちゃんですね。かわいい。だいぶアメカジな感じで。で、スニーカーも、ちょっとコンバースっぽいスニーカーもピンクでございます。めっちゃいいっすね。ちょっとやっぱ僕はポップなカラーの方にこう、惹かれてしまうんでしょうか。かなりね、いいなと思ってしまいます。で、カードですね。おぉ。カードやばいっすよ。見てください、これ。ピーチ。ハローのりピーチが来てくれました。めっちゃ美味しそうな。いいっすね。わー、並べるとめっちゃいいっすね。わ、いいね、いいね。で、ちょっとせっかくなんで、このブラインドトイ特有のギミックですね。この、頭部交換ですよね。でもさすがにこれはもうなんかセットアップですもんね。もう髪色まで。でもやってみたいっすね。よいしょ。あ、いいんじゃないですか。あ、やっぱこのスタンダードのね、オリジナルノリは何でも合いますね、頭。いや、いいっすね。で、この頭、こっちですね。ここに。おー、あ、でも、あ、やっぱね、こっちの体にはピーチの頭しかない気がする。ちなみにこちらね、ジャストアガールの前作のノリですね。ノリズモーニングの時のノリはこんな感じでした。ちょっとポージングとかも違ったりしてるんですけど、このギミックは今作からの、企画なので、まあやっぱり第2弾の方がちょっと個人的には好きかもしれないです。うわー、なんか、あ、これ見てください。髪の毛のこのグラデーションがピーチですね。桃。そういうことなんですね。もう頭がもう完全に桃です。かわいい。一個はこちらですね。ホーンズヤード。これも最近登場したすごいやつです。1800円という、まあ、ちょっとハイプライスなラインではあるんですけど、これはもうね、もう、まあ、ストリート系のカルチャーから派生したようなデザインのアートトイ。でもう、クオリティは正直他のブラインドトイを、まあ、完全にこう、突き放しています。本当にやばすぎます。でも最初の開封でね、もうこれは正直一番自分にとって個人的に当たりなカラーがちょっと出てしまったんですけど、実はこのシリーズね、このシークレットのキャラクター、実は僕昔から好きなキャラクターでございまして、今回この会社が、このデザイナーさんがね、ポップマートとコラボするって聞いて、え、あの少年、ポップマートに出るのって思ったら、シークレットだった。という、感じだったので、まあ、もちろんこっちのね、羊さんたちも可愛いんですけど、シークレット、
1ピースで狙うという超無謀な挑戦です。まあ、ちょっとダブルのだけがちょっとね、この価格帯のでダブっちゃうとかなりショッキングなんですけど、そう、さあ行きましょう。さあ胴体が長いのでシークレットではちょっとなさそうなんですよね。これで分かっちゃいますね、さすがに。じゃあ行きますね、せーの、よいしょ。お、なんかちょっと怖い怖い怖い、なんかホラーみたいなの出てきたよ。うわ、めちゃくちゃかっこいい。なんすかこれ、ちょっと待って、こんな子いたっけ。めちゃくちゃかっこいい。なにこれ、カード、デイウライスというキャラクターこれちょっと完全にノーマークだったけどかっこいい。なんかなんだろう、これカセットデッキかな、なんかカセット聞いてますね。あ、すごいこれ、めっちゃ、ちょっと待って、これはめちゃくちゃいいぞ。しかもなんかこうひげか髪の毛とかこうドロドロっとこうとろけてる感じ、この表現大好きなんですよね。まあインスティンクトインの影響大な人間なので僕も、いやーいいっすね。これちょっと、しかも角折れてるし、これはあの破損ではなくデザインです。まあ、とりあえず前回開封したことを並べてみましょう。こんな感じね。うわ、ちょっと全然違う感じですね。これ第1シリーズ第2シリーズ目みたいなぐらい、それぐらいデザイン違いますけど、でもその方がいいっすよね。うわー、すごいクオリティ。ちょっと見ていきましょう。いやー、ちょっとこの辺がね、ちょっと塗装の汚れがついちゃってるのはあれですけど、ちょっと寄っていきます。ワールドクラスルーザーカンパニーと記載されてますね。キャップも可愛いです。このオレンジのヘッドホンもイケてますね。すごい、ジャケット着てて、まあ、本当に黒をベースとしていて、非常にこう引き締まった感じに見えますね。何より顔が怖いっていう顔最初開けた時ちょっとホラー要素かなって思ったけど、まあ、でもちょっといかつめな表情を表現してるんでしょうね。このヒゲだか髪だかのこのドロリッチ感がすごい好きですね。こうね、ジャケットとかこう下半身がしっかりしてるんで、これはいいですね。あ、スニーカーやっぱこのデザインなんですね。ちょっとこうバンズっぽい感じの、あんま言わない方がいいのかな、ちょっとねスケシューみたいなスニーカーを履いてますね。いやー、ジャケットもめっちゃいいし、いやー、ちょっとこれマジでこれやばいなー。ちょっとさらに追加ってなるといよいよダブル可能性も出てくるんですけど、いや、ちょっとこれは個人的に引きは当たりですね。まあ、ちょっとシークレットはさすがに無謀なので、まあ、でもそんな中でもいい当たりでございましたね、この2体ね。さあ、というわけでいかがでしたでしょうか、ポップマートアンボクシング Vlog。 今回は引き強でしたね。いやー、ちょっとやっぱ追加購入してみるもんですねって、いや本当に思います。なんかやっぱ同じシリーズでね、もう一回こう、まあ、動画見てる方もね、同じやつかよって思うかもしれないんですけど、もうやっぱここまで色味とか違うとね、全く違う出会いに新鮮さを感じるんで、いやー、ちょっとね、いいっすね。まあ、ちょっと散財なんで、なかなかまあ全部のシリーズはね、ちょっと追加できないんですけど、まあ、特にこう気に入ったキャラクター、別キャラクター見たいっていうデザインのシリーズに関してはこうやって個人的にこう勝手に追加購入してるという感じでございます。いいっすね。あと個人的にちょっと望むのはこういうこのホーンズヤードみたいなストリートカルチャー由来の、エッセンスのふんだんに入ったポップマート商品も増えてくれたらいいなと思いますね。まあ、やっぱりね、こうどうしてもターゲットがね結構狭くなっちゃうんで、なかなか出ないと思うんですけど、僕はこれはマジで好きですね。他のポップマートのブラインドトイと並べるとかなり目立っちゃいますけど、単体で1個インテリアトイとして置いててもイケイケで決まっちゃいますね。今気づいた、ちょっと待って、これ
これもうここまでする必要あるっていう、スニーカーの裏のこの部分、アウソールっていうかこの下のラバーの部分みたいなのめちゃめちゃ細かく作られてますね、ソールの部分が。いやちょっとやばいな。というわけでポップマートアンボクシングビログからバナーブでした。今回もご視聴ありがとうございました。動画の評価、高評価、低評価どちらでもいいのでぜひポチッと最後にお願いいたします。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。さよなら。